くお願いします。最初不安だったんですけど、もう来たら結構ガイドさんすごい近くにいてくれるし、すごい安心して全部楽しむことにしました。なんか治安が悪いかなと思ってて、結構なんか物とか取られないようにみたいな、用意してきたんですけど、なんか全然そんなことなくて、安全っていうか、なんか表であれば全然安心して買い物とかにもできました。一人で行ったらやっぱ怖い不安なのがあったけど、なんか一人一人に聞いてくれるっていうのがあったんで、最初はこういうのからやっていくと慣れていくかなと思って参加しました。よく出ます。これスイカ、スイカはちょっと1つ1ドルくらいに2ドルくらい、アンコールワットを、朝日を見に来た時に、なんか1人でツアーで来てるお客さんがいて、なんか話しかけられてちょっとお話ししてたんですけど、全然なんか一人になるときが多い。全部のツアーだから自由時間とかも一人になって、アンコールワットを見に来てたけど、なんか穴場とかは全然教えてくれなかったみたいで、なんか個別っていうか、カモがもう密着で密着で案内してくれるんで、すごいなんか全然知らなくても、すごい知れたっていうか、よかったです。すごい写真すごい撮ってくれてよかったです。カンボジアっていうなんか国もなんかすごいよく分かった、4日間だけですけど、すごいよく分かったし、経由とか他のガイドさんですけど、なんかそういうの聞いて、なんか自分もなんかすごい将来のことで考えすぎてたけど、なんかそういう思い切りみたいなのが必要だなって思って、なんか全然自分がすごい考えすぎてたなと思って、人柄もすごい明るいのもありました。カンボジアの人たち、楽しそうです。毎日お祭りみたいです。やっぱり初めて海外に行く人は、安心して行けるから、すごいおすすめしたい。自分みたいな。ありがとうございました。